帝昌炎、愛しき風景を胸に描き戦わん。降伏しかありません。我らが孫悟を早々に踏み荒らさせはせぬ。愛しき風景を守るためには戦いあるのみ。帝鳳、あざ名は松園。こわもてだが故郷の風景をこよなく愛する武人である。彼は孫策の後を継いだ孫権の招きに応じ、孫悟の将となる。天下の曹操軍との戦いを前に、帝鳳の心は沸き立っていた。殿。周瑜よ。それがしの心は今、炎のごとく燃え上がっている。帝昌炎、愛しき孫悟のため、曹操軍を打ち払わん。何を召し上がりますか？またのお越しを。何を召し上がりますか？またのお越しを。よっ。ふっ。馬がご入り用で。またお待ちしてます。
孫賢殿、曹操との決戦はそこまで迫っている。準備は抜かりないか今一度確認しなくては。敵の船に接近できれば火計の威力も高まる。郊外には投降と偽り敵陣に近づいてもらう。降伏に説得力を持たせるため敵の艦長の前で郊外を打ち据えねばならぬ。策の詳細は伝えてある。あとは実行あるのみ。彩花と彩中を伴い郊外の元へ向かうのだ。よっ。何、郊外殿が処罰されると？それは大変だ。私も立ち会いましょう。郊外殿の処罰が始まると、そんなこの目で見るまで信じられません。曹操殿ならそんな真似は決して。敵将討ち取った。ああいいね、その調子で頑張んな。さて足の仕事も進めないとね。この酒を敵陣に届けに行こうか。任務達成の喜び、軍情を歩むがごときよ。将来。ああ、例のものですね。お任せください。あとは奴らに安価で流しておきますので。彩花はこちらの策に乗ったようです。郊外殿が例の準備を始めました。よっ。いや、差し入れをいただけるなんて。早速みんなで飲んできますね。敵さん大喜びで受け取ってくれたよ。酒と船二つによってまともに戦えるかね。任務達成の喜び、運上を歩むがごときよ。
敵さんの患者、召喚が伝令を雇ったらしい。そいつにこの偽の手紙を渡す手はずなんだ。曹操軍の長院と細胞が我らに内通している。確かそんな内容の手紙だったな。よっ。確かに召喚様の使いを務めていますが、危険な任務となればただで受けるわけには。こんなにいただけるとは。どんな依頼も必ず果たしてみせましょう。おお、この手紙を召喚様から預かった。そう言って曹操軍の者に渡せばいいのですね。決戦に必要だという10万本の矢、これから集めるのは大変そうだが。集めるのが難しいとなれば敵から奪うしかありませんね。船を出して曹操軍を挑発しましょう。敵が打ち込む矢を転じて我らのものとします。任務達成の喜び、雲上を歩むがごときよ。良い働きだな。この調子で励んでくれ。援助は惜しまんぞ。例の話は聞いています。ささこの船に乗ってください。さあ行きますよ。うまくいくといいのですが。でいいでしょうか。今だ、皆一気に攻め込め。敵中だ。ありったけの矢を追いかけよ。これぐらいで十分ですかね。曹操軍の皆様、矢をどうもありがとう。しまった、敵の計り事であったか。
十分な矢が揃いましたね。早速孫権軍に収めましょう。決戦の準備万全であろうか確認してみよう。こんな短期間に十万本の矢を集められたか。敵を撃つに十分な弓兵部隊を並べられよう。技法はうまく曹操軍に伝わったようだ。水軍都督の細胞と長院は処罰されるだろう。苦肉の策はなったな。敵は郊外の離反を信じ込んだようだ。敵は酒を入手し宴会中とのことだが、さて一体どこから得た酒だろうな。任務達成の喜び、運上を歩む。よし、今は休み、英気を養うとしよう。来たるべき決戦に備えなければな。曹操の船団が南に動きだ。ついに決戦の時は来た。曹操軍を引きつけた後、家計にて焼き払う。火を見て敵を挑発する船を出す。皆それまでは奮戦し持ちこたえよ。川に沿って弓兵が配置されてる。これで敵もそう簡単には渡ってこれないな。これも十万本の矢が準備できたおかげか。さあ俺たちも頑張ろう。細胞様と長院様が処刑されたって話だ。何でも敵に内通していたのがバレたらしい。おいおい、お二人なしで戦うってのか。水上戦を指揮できる方なんて他にいないぞ。燃やすには敵艦の船をつながないとね。まず船酔いの怖さに気づいてもらおうか。この辺りの弱っている水軍を叩くよ。負ければ曹操も手を打つほかないだろうからね。失敗はできんな。頭が痛くて戦えない。今までこんなに悪い酔いしたことないのに。俺は全然酔ってねえぞ。しかし宝刀先生にもらった酒はうまかったな。兵が船酔いしている最中に敵と。これは厳しい。敵襲だ。ダメだ、気持ち悪くて動けねえ。うわっ！
早い対策をしておけば兵たちも私のように息が絶え絶えに。敵将よ、撃ち取った。ああいいね、その調子で頑張んな。任務達成の喜び、運上を歩むがごときよ。頭が痛くて戦えないよ。今までこんなに悪酔いしたことないのに。推薦になれぬ我が兵では船酔いは免れぬか。何か対策を講じねばならぬな。報告によると序書様はこの辺りにいるようです。深夜の頃序書様にはお世話になりました。私はあの方を家計に巻き込みたくない。こんなところまで攻め込んでくると、俺を倒してもそちらの利にはなりませんよ。ここは火に包まれるから離れろと。俺なんかのためにありがとうございます。任務達成の喜び、運上を歩むがごときよ。敵ちゃん、船酔いを気にしだしたみたいだね。もう一押しすれば船をつなぐだろうよ。あっしが直接敵を説得しようかね。お前さんも同行してくれるかい？私が迅速に排除する。腕が鳴るな。やれやれ、見つかっちまった。ちょいと手荒だが、おとなしくしてもらうよ。逃すとは、この失態、厳罰に値しよう。よっ、敵将、撃ち取った。
討ち取った。戦の中で歌が隠しされてしまいました。どうすれば平穏を取り戻した。これで敵さんはいなくなったね。さて、さっさと進んじまおうか。もういいだろうさ。敵さんに船をつなぐよ。触れて回れよ。信よ、この戦お前が出るまでもなかろう。私が敵を蹴散らす様を見ているがいい。我が君こそどうぞご覧ください。私が戦場の花として咲き誇る姿を。全力で行く。竜達成の喜び、雲上を歩むがごときよ。おお、よくやってくれた。あなた武者どもに遅れを取る。波乱あがくがどこまで続くか見ものだ。敵の拠り所を消してやろう。速やかに進軍しろ。かの地を攻め、これを接収する。みんな進め。腕が鳴るな。さあ行きましょう。避けられんか。私たちで要所を落とすわよ。美しく散り際も心得ているのに倒れるわけには参りませんわ。おお。花舞う春のごとく浮き立つ気分だ。伝令、宗師様、神器様が配送されました。よっ。何、そりゃまずいな。よし、俺が代わりに敵陣を突破してやる。船酔いを直してやるよ。船を全部繋いじまいな。それで万事解決さ。みんな、いいことを聞いたぞ。船を繋げば、もう酔わないらしい。より、よけられる。あなたのおかげで助かりました。サナ、どうぞ飲んでくれる。勝利の前祝いだ。そっちもたんと飲みなよ。まあ、あっしの仕事はこんなもんかね。ここまで抵抗されちゃかなわんな。なんたらの企み、
暴きたかったんだがね。花舞う春のごとく浮き立つ気分だ。さすがです。その調子でお願いしますよ。直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。ここは俺の見せ場だ。小職よ、この玉環技巧の功になってもらうぞ。こっちは大軍、勢いもある。そんなの田舎武者どもに負けるかよ。この陣容で負けるのか。なぜだ、何が悪かった。花舞う春のごとく浮き立つ気分だ。俺より目立つな。つい本音がな。よくやってると思うぞ。郊外殿、その船で曹操軍へ投降されるのですか。しかし船に積んであるのは油と枯れ草。これはどういうことでしょうな。なるほど、孫悟から奪った資材ですか。郊外殿の憎しみは相当なものですな。確かに、もう郊外殿を疑うのはやめよう。奴の投稿は本当のようだな。やれやれ、なんとか露見せずに済んだわい。さて、準備を再開するとするかの。皆の噴勢を無駄にはせん。曹操軍の船を派手に燃やしてやるわ。いい戦ぶりよ。敵がはぜ飛ぶようじゃ。さて、どんな感じでとっちめてやろうか。曹操軍を挑発する作戦、始めていいですか。指示さえあれば、いつでも船を出せますぞ。
わかりました。思いっきり煽ってやります。おい、さあさあ、悔しかったらこっちに来てみろ。見えすぎた挑発よな。もはや企みを用いねば勝てぬと踏んだか。弱腰になった敵を押し潰し勝負を決する。全軍、奴らの本陣へ向け出撃せよ。お前が相手か。いいだろう。曹操の首を取る。後期、奴が曹人のもとへ逃げ込む前に討ち取るのだ。曹操が味方と合流する前に討ち果たす。全軍急ぎ追撃を開始せよ。
心が炎に包まれたぞ。これだけ燃えれば家計は大成功だ。俺も準備が万全だったおかげだな。邪魔してきた敵の艦長を討ち取ったらしいぞ。早く船を出せ。このままじゃ全部燃えちまうぞ。ダメだ、船はみんな繋いである。逃げたくても逃げられねえ。曹操殿をここで散らすわけには参りません。華麗に進軍し、急ぎ本隊に合流するのです。お前を先には行かせない。俺がここで燃やし尽くしてやる。さあ、今こそ私たちの猛攻の時。いざ激流のごとく。いざこの超瞬愛と華麗なる勝負を。策の練り直しだ。敵将撃ち取った。お前結構やるな。その調子でいけよ。全力でいく。取った。潔なく引くしかないようですね。そうそう、どうかご無事で。よし、いい感じだ。この勢いに乗ってそうそう追いかけるぞ。避けられるか。花舞う春のごとく浮き立つ気分だ。劉備か、まさに死中に勝つありだな。この総分裂がお前を仕留める。敵の勢いが勝っている。だがここで負けるわけにはいかぬ。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。かの中攻め、これを接収する。みんな、進め。かの中攻め、これを接収する。みんな、進め。せっかく劉備を見つけたのに、お前の無力が憎い。我々を退けることができた。これで何とか味方と合流できそう。花舞う春のごとく浮き立つ気分だ。よくやってくれた。
同胞を守るためのもの、飛行らには断じて渡せん。この辺りに。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。え、本当か。よし、逃げよう。今すぐ逃げよう。
つることが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。我が輩の長年の経験が告げておる。曹操は曹仁と合流後、ここへ逃げ込むだろう。その前に高地を確保する。各門の敵将を倒し、包囲の体勢を整えよう。これ以上好き勝手させるかよ。あんたらにこの門は渡さねえ。我らとてここで引くわけにはいかん。全力で行く。この門、何が何でも渡してもらうぞ。腕が鳴るな。俺が来る前に撤退するのかよ。どんな顔して戻りゃいいんだ。この門の守備は自分が。曹操軍の兵は誰一人通しません。私が捨て駒になってもいい。ここは守り抜いてみせます。腕が鳴るな。敵は強えみてえだな。おめえ気合い入れてけ。まだ動けるうちに帰らなくては。敵将討ち取った。お前の意地を見せてもらった。何人もこの門は通さん。破ろうとする者は私が厳に処罰する。腕が鳴るな。固いこと言いやがって。上等だ。でもその門奪ってやるぜ。任を果たせず引くと失策を重く受け止めねばならない。私がこの門を守りましょう。死に物狂いで警備します。この門にも敵が来たか。どんな罠を試せるか楽しみだな。妙な、は
イヤ、全力で行く。油断ならぬ相手だ。こういう輩はさっさと倒すに限る。相手がまずかったか。もっといろいろ試してみたかったんだけど。では、この門の守備を担当します。ネズミ一匹見逃しませんよ。これで包囲は完成しました。曹操軍が逃げてきても追い払いましょう。花舞う春のごとく浮き立つ気分だ。この辺りにチリチリになった敵兵がいます。捕虜にすべく味方が向かったのですが、味方がなかなか帰ってきません。もしかして敵に手こずっているのかも。死力を尽くして戦いました。私の処遇はお任せします。曹操軍め、無駄な抵抗はやめたらどうだ。降伏すれば命は助けてやるぞ。それに乗るものか。最後まで戦い抜いてみせるぞ。負けて悔いなしです。捕虜にするなり何なりしてください。避けられるか。敵に恥ずかしめを受けるわけには参りません。私は何としても我が国のもとへ戻らねば。予習の恥ずかしめを受けるとは。敵にもてあそばれるならばいっそここで。奥方様、どうかお逃げください。私が身代わりとなります。すみません、おとなしくしますんで許してください。この辺りに敵兵はいないみたいだ。全軍撤収せよ。おかげさまで多くの敵を捕虜にできました。彼らは皆連合軍の力になりたいそうです。そこで捕虜を部隊に組み込もうかと。彼らと共に曹操を追い詰めてみせます。我が軍の撤退先が敵兵に囲まれております。このままでは味方が撤退できぬ。城の兵を割き包囲を突破するのだ。花舞う春のごとく浮き立つ気分だ。お前の意地を見て、ここを抑えれば退却も楽になります。みんなのため必ずや制圧しましょう。船を使って撤退しようというからか。その思い通りにはさせんぞ。腕が鳴るわ。どうや、曹操軍のやり方にはついていけません。どうか手助けをさせてはくれませんか。俺たち一足先に曹仁のもとに向かいます。来たら寝返りますから。全力で行く。
制圧できませんでしたか。態度を増やせず申し訳ありません。よし、これで奴らは船を使えまい。撤退路を塞がれた敵を存分に追い回してやれ。よっ、花舞う春のごとく浮き立つ気分だ。良い働きだな。この調子で励んでくれ。援助は惜しまんぞ。張文煙これにあり。何人も曹操殿に触れさせはせぬ。張良殿、微力ながらこの帝中徳も力になろう。待て！私を避けて殿を追えると思うな。よっ、よっ、行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。この張文煙がお相手しよう。よっ、腕が鳴るな。敵をぶっ倒して逃げてきました。これからは道人様のそばで戦います。道人様が襲われては一大事。俺たちがしっかりお守りします。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。花舞う春の子。張文煙これにあり。何人も曹操殿に触れさせはせぬ。張良殿、微力ながらこの帝中徳も力になろう。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。ダメだ。どうしようもねえ。どうしようもねえ。どこで読み違った。さすがにまずいな。敵をぶっ倒して逃げてきました。これからは道人様のそばで戦います。道人様が襲われては一大事。俺たちがしっかりお守りします。よっ、腕が鳴るな。お前こそ真の三国無双なり。全力で行く。敵将討ち取った。見事な戦いだ。弱しとできぬとは無理。曹操殿、どうかご無事。よっ、
の価値よ、さもなくはここで果てることになろう。腕が鳴るわ。ソソソソ様、大丈夫か。我らが敵を食い止めるから逃げるだよ。巨女か、すまん。ここは任せた。王者は必ず生きて戻るのだぞ。俺たちは捕虜になったが待遇は悪くない。王将軍は見捨ててこっちに来いよ。確かにこっちの負けは見えてるしな。よし大道具、俺も降伏するぞ。誰一人この先へ行かせはしない。長州、いざ参る。劉備様の行方が分かったぞ。どうやら曹操に向けて進軍中らしい。よかった、本当によかった。よし、俺らももう一踏ん張りするぞ。と飛躍するのです。そうす。諸葛亮殿。諸葛亮殿。曹操は赤壁。孫権様、出立。作戦は、慶州を得るため公領にいる曹仁を討つ。気を抜いては。あれは、あれれ、味方が走ってきてるよ。ねえねえ、どうしたの、何か困りごと。よっ、なんとか間に合ったか。急ぎ部隊を再編成し、援軍に回せ。で、伝令、周遊様、
敵将の矢で負傷、直ちに救援が必要です。船が故障してしまいました。このままでは使えません。修理に使う材料も足らず、よろしければ集めてきていただけませんか。修理に必要なのはこちらの材料です。よろしくお願いします。ありがとうございます。おかげで船を修理することができました。これで船を出せます。いつでもご利用ください。宝人殿の御為、ここは抜かせん。鋼のごときその中遊、見事なものよ。だがそれがしも殿のため引くわけにはいかぬ。任務達成の喜び、軍情を歩むがごときよ。お前の意地を見せてもらったぞ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。守りきれなかったか。宗神殿、お許しくだされ。花舞う春のごとく浮き立つ気分だ。よくやった。素晴らしい働きだ。先ほどの一撃はお前の急所を貫いた。これ以上の抵抗は苦痛を長引かせるだけだ。私はまだ終われぬ。孫悟のためにも。進軍せよ。惑わず、ひたすらにかけるんだ。全力で行く。こう侮っていたか。自分のせいで迅速覆されてしまった。この一戦が孫悟の未来を決めるのだ。たとえこの身がどうなろう、戦い抜く。花舞う春のごとく浮き立つ気分だ。兵法。
お前の意を見せてもらったぞ。人物がいるらしいけど、せっかくの策を潰されるなんて、もう一つお引き取りを願うよ。来ねえならこっちから行くぜ。すぐの勘で止められるもんなら止めてみな。班長様が敗走されました。敵将に吸収されたとのことです。なんと班長殿の策が看破されたか。なかなか鮮やかな手際よ。へへ、見たか、避けられるか。医療は鈴の関連がいただいたぜ。策を見抜き、そして拙者を破る。その地球をお見事。花舞う春のごとく浮き立つ気分だ。よくやった。お前の地位日々磨かれているな。ここに来ると思ってたぜ。これ以上は進ませません。捨て駒となっても私が止めます。上陽から続々と援軍が来ていますね。正直負ける気がしません。ここを手薄にはできません。私たちでしっかり守りましょう。お、援軍が来た。あそこが狙い目ってやつだな。よけられるか。止められなかったか。東洋はどうなる。嫌な予感。今度ばかりは外れてほしいぜ。おお、気合入ってんな。その調子だぜ。
花舞う春のごとく浮き立つ気分だ。敵将討ち取った。ここまで来るとはな。援軍を迎え入れる準備を急げ。援軍を呼び込まれてはおしまいです。それまでにここを落とさなければ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。守り抜くのが我が務め。何人であろうとこの盾は貫けぬと知り。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。
なすべきこと。シュウユ様大丈夫？シュウユ様しっかりして。いかん、早く手当てしなければ。急ぎシュウユ殿を本陣までお連れしろ。ロシク、慶州の女。おう。シュウユ。あの姫様が結婚。今劉備が全軍に命ずる。これより孫悟にあだなす敵劉備を討つ。Yeah!
とし、全力を持ってここを死守するのだ。に参ろう。劉備を逃がしてしまうとは。我がブーン、ここに尽きるか。姫様、我が刃。わしらは周遊に。周遊殿の逝去は早急に穴の開くがごとし。だが悲しんでばかりもいられぬ。周遊殿の分まで我らが力を尽くさねば。前線の奮闘により我が軍が優勢。このまま曹操らを追い返すぞ。